ちゃん。こんにちは。さあ、豊かさん、はい、もうキャンプインも間近ですよ。2月1日。知らない。知らない。2月1日。まあ、そうだな。もう本当、あっという間にやってきて、はいはい、各選手はもちろんそれに向けてね、万全な体制で臨むというところなんですけど。まあ、実際とかな、はい、いろいろ盛んに報道されてるけどもね。はい。ただ、大物というか、佐々木朗希投手が、はい、未だに契約がまだまとまっていなくて、うん、なんかもしかすると、この自費でキャンプに、突入するかもしれないと。まとまってないというよりもこじれてるよね。そうなんですよね、うん、だからまあ自主キャンプっていうのはね、はい、まあ、必然そうなるとは思うけども、うん、ただキャンプに参加するかどうかっていうのもわからないよね。ただ契約してないんだから。そうか、契約してないんだから、それはいや、契約するまでは僕キャンプに参加しないっていうことも言えるよね。それもできるんですか。それはできるよ。2月1日のキャンペーンって絶対に強制的にみんなかと思ってました。いや、それは契約選手はね、契約してたんだったら、はい、その契約事項に乗って、はい、キャンプに参加しなきゃいけないけども、うん、サインしてないんだったらキャンプっていうのは行かなくても別に構わないと思うよね。豊さんが以前その調停まで行ったっていう時はそこはまだ契約はあれは調停だけども契約をする前提の話でやってるから、はい、それはキャンプに行くよね、うん、その金額を折り合いがつくかつかないかだけの話だから。あ、もうあそこの球団でやることはもう前提で決まってますよ、うん、で佐々木の場合は、はい、ロッテでやるのか、うん、もうメジャー行っちゃうのかみたいな、はい、そういう話し合いだからさ、うん、それはまあ質が全然違うよね。でもずっと去年から契約の時から言われていたのがメジャーへのポスティングを容認してほしいっていうところ。だから容認なのか、うん、もういきなり契約を解除して生かしてほしいっていうのか、うん、これはまだわからないけども、うん、まあ、ポスティングを認める認めないは、まあ、球団の判断だよね、うんうん、そうですよね。だから1年間やるんであれば、うん、もう契約はしてると思うんだよ。本来はそうですよね、多分ね、うん、あ、じゃあこれももしかすると契約はしてない、してないよ。これはもう絶対にしてない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 からこういう揉め事になってるわけだからさ。だからポスティングを認めるか認めないかっていうのはもう球団の判断だからね。そうですよ、ね、だから佐々木の一存わがままで、うん、球団動いたりはしないだろうし、うん、だからいろんな手は尽くそうとはしてるよね、うん、佐々木朗希の方は。そうですよね、だからその容認をしてもらうのか、はい、それとももう今シーズンロッテと契約しないで他行こうとしてるのか、これはわからない。これ他っていうのは浪人もあり得るってことですか。まあ、浪人はないとは思うけども、うん、まあ、例えば練習生とかさ、メジャーの。へー、そうなのか。まあ可能性は、ゼロではないと。ゼロではないよね。考え、もうここまでこうなっちゃうとさ、いろんな報道も出てるしね。それって理論的にというか契約上的に可能は可能なんですか。打ち切ること、契約をこのままごねて。あ、だから、まあ、例えば辞めて、うん、もう契約しないってなって佐々木の方がもう引退しますみたいな、うんうん、はい、まあ、そうなったら保有権は3年間任意引退選手として、はい、3年間ロッテが持つことになるから、はい、自由にはできないんで。だからメジャーにも行けないってことですよね。いけないんだよ。そうですよね。そうそうそう、だからそこら辺をこう話し合いをしてるのかなっていうような、俺は勝手に想像してるけどね。でそんな中ですごい気になったのが、実は去年のシーズンにもうすでにその選手会を脱退していたっていうことも出ていて、これはそのまず選手会っていうのはみんな入るものなんですか。なんかメジャーから帰ってきた人たちは結構その特例で入らなくてもいいっていうのはいるけれども、まず若手、いや大体もう契約プロと契約する段階でもう選手会には自動的に入るというか、まあ、そういう形にはなってるけどもね、はい、でもここに来て昨シーズンからもう脱退してたっていうのは、うん、それどういう意図。いやだから想像だよこれは、はい、あくまでも想像だけどもさ、うん、はい、まあ、脱退してるとすれば、まあ、当日契約書とかもいろいろあるんだけども、はい、だそこら辺のルールを脱退したものに対して特例という意味で何か作れないのかなっていうようなことはこうちょっと考えられるんだけど、例えばさっきおっしゃってたその辞めても3年間は前の球団が保有権持つっていうことも、例えばその選手会を脱退するとそれすらもうなくなる。だからそこら辺がさ、うん、ちょっとわからないんだよ、うん、推測ですよね。推測なんだよね、まあ、そこら辺のルールはしっかりしてると思うんだけども、うん、ちょっと電話したんだけど出ないんだよねルールに詳しいやつがそうなんですね忙しかったら忙しいんだろうなでもこれ選手会って我々ファンから見ると、うん、はい、選手を例えばチームとか、
NPB から守ってもらう、何かあった時に矢面に一緒に立ってくれるっていうイメージがあるので、まあね、入ってていいっていうメリットイメージしかないんですけど、いやそれはもうあるよ。それをわざわざ加入してたものを脱退するっていうのは、だからまあ日本に対しての気持ちはもうないのかもわからないよね。そのやっぱ気持ちがないものが、じゃあ今シーズン契約して、うん、いやしっかりした数字が残せるかというと、まあ、佐々木朗希のあのポテンシャルだから、うん、残さなくはないとは思うけども、やっぱりこう差し引いて考えてしまうよね。ですよね、うん。まあ、例えばさ、簡単に言えばさ、ピッチャーがいました、バッター、うん、バッターもできます。いやバッティングやりたいんだけど、なんかピッチャーやれって言われてんだよな、うん、みたいな、なんか中途半端なストレスを感じながらなんか野球をやるような、うん、そんな今年になってしまうのかなっていうふうに考えると、すごくマイナスなイメージはあるよね。ですよね。あとは、まあ、同じチームメイト同士の足並みだったりとか、うん、まあ、雰囲気だったり、あとその選手会長の相澤選手も、はい、まあ、怒ってるみたいなのもなんか掲載記事に出ていて、うん、まあ大丈夫なのかな。いやまあ大丈夫ではないよね、うん、ここまで自費キャンプっていうふうにこう報道されてるし、まあ、そこまで契約がこじれてるっていうことは、まあ、話し合いはしてるんだろうけども、こじれてるっていうことはただでは済まないよね。うん、ただ佐々木朗希選手側がその自費キャンプも辞さない、行きませんよっていうのは、ある種そのいい契約を勝ち取るための一つのパフォーマンスの手段であるのか、もう本当に行かないよっていう気持ちなのか、交渉のためのあれなのか、これってどうするんですか。これはもう動きは分からないよな、はい、ただその佐々木朗希もそうだけども、やっぱ周りにいる人たちもの考え方もあるから、はい、だからそのルールを曲げてまで行ってね、うん、じゃあ応援してくれるのかってファンが、うん、っていうこともあるし、はい、だから佐々木朗希にはこれこのままだとグレーなイメージしかつかないから、はい、やっぱスターっていうのはさ、やっぱこうクリーンでいてほしいんだよね、うん、まあ、大谷だダルビッシュだとかさ、山本とか、まあ、なんかこうクリーンで、うん、すごくみんなが応援しやすい、うん、まあ、環境でいてほしいなっていうふうに思うんだよね、うん、俺はね、うん、だから、まあ、佐々木朗希もね、うん、まあ、話はこじれたかもわからないけども、うん、いやまあしっかりロッテでやりますと、はい、でしかるべき時期が来たら、うん、まあ、認めてもらうように頑張りますと、はい、いうようなことが一番クリーンだと思うんだけどね、まあ、契約がこじれてるかもわからないけども、うん、そういうことが一番なのかなという。ただ佐々木朗希の人生もあるからさ、もちろん、うん、それで背景に背負ってる人生もあるのかもわからないし、うん、まあ、ここら辺はわからないけどもね、うん、まあ、だけどそういうイメージを彼には残してほしいんだけどね、うん、そうですね、うん、やっぱりそのね、野球を憧れる少年少女たちももちろん見てるでしょうし、そうなん、お母さん どうして佐々木朗希投手キャンプ来ないし契約決まってないのみたいな、うん、感じになってしまいました。あと今って25歳未満だとメジャー契約は絶対できないじゃないですか、マイナー契約最初はね、最初はでもよかったら上げれるからね、それもまた抜け道なんですかね、もしかしたら。いや、まあ、抜け道っていうか、うん、それはもう、ね、名目としてそういうことがあるだけで、うん、はい、良ければ上げるしさ、うん、ね、契約はマイナーで、でマイナー契約にするっていうのは年俸を抑えるためにでしょ、うん、はい、だけど裏で金は動くからさ、うん、本人にとか、そうですよね、周りに入ってくるお金っていうのは、そうそうそう、まあ、だからまあそこら辺はあんまり疑いたくはないけどもさ、うん、そういう社会だから、確かにそうなってくると球団に入ってくるはずのポスティングでのきちんとしたお金っていうのは入らないんですよね。そうすると、じゃあそこでもね、ロッテはそのお金を当てにしてるというふうには俺は思わないよ、うん、やっぱ佐々木朗希の将来を考えてやっぱ育成もしてたし、はい、だからそのお金云々というよりもやっぱ佐々木の将来的なことを大人がしっかり考えた時にさ、まあ、時期早々というかもう少し、まあ、冷静になってみてもいいのかなっていうふうには思うよね。そうですよね、うん、ただまあ素材はやっぱメジャーなんで、うん、その場所で力を発揮したいっていう気持ちはわかるけどさ、うん、まあ、だけどやっぱこう社会にはルールがあったりとかさ、まあ、いろいろするわけだから、うん、まあ、それに乗っ取るのが一番自然だし、やっぱスターというふうに階段を上っていくんだったら、やっぱ踏み外すっていうことが、うん、まあ、どうなのかなっていうのは思うよね。そうですね。でましてやね、弟が中央の後輩になるわけよ。あ、そうなんですか。そうなん、弟が中央大学行くから、だから頼むよみたいな。そっか、ね、そっか、そんな感じもあるよね。なるほどね。そうか、でもこうなっ
ってくると、まあ、佐々木朗希投手って今22歳で、はい、本当に個人一人でここまで動いたりとか、こうできないよね、うん、やっぱりいろいろ糸引く人はいると思うけども、うん、でもまあその人たちは、まあ、例えば佐々木をねもっと大きくしたいとか、うん、まあ、そういうことは考えてると思うけども、これが商品というふうに考えて、もう高く売ろうとか、そういうことではないっていうふうには信じたいけどね。ただやっぱりそこが金のなるビジネスできると思うと、本当にいろんな人寄ってくるじゃないですか、スポーツ選手の。でもね、またねこういうぐちゃぐちゃやってメジャー行って活躍すると、もうこれが消え去られるっていうことがさ、時としてあるから、やっぱこう悪い前例というかさ、うん、まあ、そういうことはあまり作らない方がいいのかなっていうふうには思うけどね。ですよね。あとこれで、まあ、生かしてやりたい親心はね、まあ、みんな持ってると思うし、佐々木があのメジャーで投げる姿っていうのはやっぱり見てみたいと思うんだよ、うん、ただそれを純粋にこっちから応援したいっていうふうにね、うん、思えるような生き方っていうのをね、うん、まあ、ちょっとしてほしいなっていうふうには感じるけどね。ですよね。でこれでじゃあなし崩し的にもうこれでいっちゃったとなると、これが前例として、じゃあ次続く選手たちも、あ、こうすればいけるんだとか、もうはちゃめちゃなことになっちゃいますね。だからね、もう本当にあの植民地みたいになってるから日本が、まあ、それだけ優秀な人間がね、うん、まあ、増えてきてるし、レベルも上がってきてるっていうことだから、やっぱりしっかりしたルールをね、うん、やっぱり決めないと、これも、うん、そうです、もういろんなルールの抜け道が、はい、抜け道をついてくるから、うん、まあ、これで完璧だと思っても、うん、その中の抜け道を見つけてくるからね、うん、いろんな対処法をこう考えておかないと、まあ、いけないのかなっていうふうには思うよね。何よりやっぱりロッテファン、2月1日からのキャンプインで、やっぱり佐々木朗希投手のキャンプっていうのも見たいでしょうし、ブルペンでの様子っていうのも見たいでしょうし、まあ、そうだな、チームの昨年の活躍をね、はい、まあ、いろいろ考えると、まあ、佐々木朗希がね、はい、もう少しローテーションを守って、ね、1シーズンやってくれたら優勝もあったんじゃないかみたいなね、まあ、そういう期待感もあるだろうし、だからまあそこら辺のファンの、ね、期待に応えてほしいなって、ファンあってのプロ野球だしね、うんうん、そうですね。だからまあそこら辺をもう少し冷静にね、ちょっともう一度見つめ直した方がいいんじゃないかなっていうような気はするよね。そうですよね、うん、本当にロッテファン、佐々木朗希投手ファンは毎日ネットでしかどうなってるのかが探れないので、佐々木朗希投手契約したかな契約したかなっていうのを毎日、もういろんなね球団で悩みがあるんだよバウアーもあ、どうなるんですか。宮田大輔と監督とね、はい、話したけど、いやもう本当にね、報道と同じような情報しか入ってこないと。そうなんですね、うん、だからメジャー、最初はメジャー契約っていうのを目論んでるという、ね、うん、まあ、その後の報道はもう報道通りだとだから、ね、だからもう本当に一人いるかいないかで、やっぱり順位が変わってしまうんじゃないかっていうようなね、はい、まあ、そういうことにもなりかねないしね、うん、もしいないんであれば、それ相応のまた対応を取っていかないと、準備をしないとっていう感じなので、はい、まあ、本当に2月1日のキャンプインまでね、もうあのカウントダウンも始まってますし、いや、そうだな、うん、どうなるのか、はい、ちょっとあのロッテファンならず、プロ野球ファンもちょっと見守っていきたいというか、まあ、見守っていきたいというか、いいところに着地してくれると、ルールを曲げる可能性があるからね、はい、だからそういう意味では、しっかりした対応というかさ、うん、毅然たる対応をね、はい、やっぱ取らないと、うん、まあ、生かしてやりたいとは思うけどね。そうなんです。だけどまだルールというものがどういうふうに超えていくのか、はい、ね、守っていくのか、うん、まあ、そこら辺は注目だけどね。そうですね、はい。